担当の中澤です。よろしくお願いします。お願いします。3ゲームのテーマは、まあ、自宅で、まあ、1畳のスペースで簡単に脂肪燃焼を行っていくようなトレーニングをちょっとしていきます。で、今日は、まあ、全体的に鍛えるっていう形で、まあ、体の上半身、お腹周り、ちょっとお尻周りっていう3箇所の部分を刺激を入れて、最後に、3分間ですね、簡単にできるようなトレーニング。で、この3分間は休憩なしでちょっとやるので、参加するしないは見ていただいても構わないですし、その方に応じてやっていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい。で、まあ、ここで、まあ、脂肪燃焼っていうことを考えていくと、結構そのカロリー消費だったりとか、その摂取カロリーと消費カロリーみたいな話になってくるんですけど、座ってると1分間にどれぐらいのカロリーを消費するっていうのは、まあ、考えたことはないと思うんですけど、及川さんどれぐらいだと思いますか？50キロカロリー。1分間に50キロカロリーですか？全然わかんないですね。あ、そうですよね。1分間で座ってると1キロカロリーなんですよ、約。まあ、プラスマイナス 0.2 ぐらいあるんですけど、まあ、約1キロぐらいですね。そうすると、1時間で60キロカロリーしか減らないんですよね。で、それをまあ起きてる時間換算して、まあ、20時間で換算したとしても、1200キロカロリーしか消費しないので、だいたい基礎代謝分、になりますね。女性の基礎代謝のちょっと低いぐらいですね。そうするとやっぱりその体がエネルギーが足りないような状態になったりとか、むしろそのセーブモードになってしまって、まあ、食べたものを脂肪にしやすいような状態になってしまったりするので、まあ、このようなこう定期的な運動っていうのは非常に大事になりますので、まあ、今日はその辺も含めて皆さんとご一緒できたらと思いますので、よろしくお願いします。はい、でここからちょっとトレーニングに入ってきますので、音声を、ミュートにしていただいて、はい、はい、ありがとうございます。で、ストレッチから最初にご一緒していきますので、まずは両手を前に出していただいて、右足を前に出していただいて、手を前にします。で、このまま上に上げていっていただいて、耳を通過したあたりで首も倒してぐーっと後ろに下げていきます。はい、戻します。で、手が耳を通ってから体を倒していきます。そうです。2、戻して、はい、後ろに、ふーっと、3、はい、後ろ、4、ラスト、はい、OK です。では、今度はこの状態で、後ろに持っていきます。目線も指先を見て、胸を開くように肩甲骨を寄せていきましょう。1。そう。はい、広げて、広げて、後ろに回す。戻して、2。はい、広げて、いいですね。3。広げて、4。ラスト行きましょう。5、OK。では、今度は左足に変えていただいて、同じことをやります。で、注意点としては、耳を通過するまでこう上げていったら、この後、首だけこう持っていくんじゃなくて、腕も一緒にぐーっと後ろに反っていきましょう。では、行きます。上げて、息を吐きながら行きます。1。はい。はい、上げて、いいですね。上に3。吐きながら4。
ケーで、今度は左手を後ろに持ってって、首も後ろを見ていきましょう。1後ろ2、2肩に力入れないようにしましょう。3、4、ラスト。はい、OK。では次はですね、右手を、あ、もう一回右足出していただいて、両手を後ろに引いて、お尻を後ろに倒して、ももの後ろとふくらはぎ伸ばします。で、このまま左手を前にてついて、右手を開く。そうです。1、はい、戻して、お尻引いて、後ろ伸ばして、前に行って、2、はい、OK、後ろ、前、開く、3、後ろ、前、4、はい、出していきましょう。後ろ、前、5、はい、OK、スカンの左足いきましょう。逆にしていただいて、また両手を後ろに引いて、裏伸ばす。で、右手をついて、左手を開きます。はい、後ろ、そう、前、開く、2、いいですね、いいテンポでしょ、後ろ、前、3、後ろ、前、4、はい、出していきましょう、後ろ、前、5、はい、OK。 では次はですね、なんで膝立ちになっていただいて、両手を前に持っていって、お尻をぐーっと引きます。背中が伸びてくると思います。目線は指先で、そのまま右手を右にで、一歩ずつ横にずれていっていただいて、背中を伸ばします。左の背中ですね。ある程度いったら、そのまままとめて呼吸します。鼻で吸って、はい、吐いて、はい、戻りましょう。左に行きます。左にずれてって、右の背中を伸ばしてって、ぐーっとお尻引きます。背中が丸まらないように、ぐーっと呼吸して、はい、 OK です。ではちょっと背中伸ばしていきます。両足をこのように、正座みたいな形していただいて、左手を腰をつけます。そして、右手は耳の横。で、体をちょっとこう丸くするような形をとります。このまま肘を開いていって、上に上げます。1。で、お尻が割れないようにしましょう。はい。2。こんな感じですね。そうです。あ、太田さん、いいですね。はい。広げて、3、4、肘で円を描くようなイメージでいきましょう。力を入れずに、5、6、ラスト、7、はい、OK。今度は反対側ですね。左手を耳に、で、耳に当ててる手に力を入れないようにしましょう。パッタンといって、手先は力を抜く。で、肩甲骨を寄せるようなイメージでいきます。レディー。はい。開いて、1、2、3、4、5、6、出していきましょう。7、OK。では、ストレッチ最後いきます。立っていただいて、両手を地面につきます。
旦曲がっても OK です。多少曲がっても OK なんで両手をついていただいて、でこのまま半歩ずつ前に進んでいきます。1、1、1、1、1、いけるところまでいったら手で戻ります。1、1、1、1、後ろが伸びてくると思います。いいですね。でそのまままた前に来て1、1、1、で足を持ってくる。1、1、1、1、1、OK、 いいですね。後ろ周りですね、体ちょっと負担かけていきました。じゃあ今度は、ストレッチはこれで以上になりますので、トレーニングの方にちょっと移っていきましょう。で今日は、まあ、オーソドックスな部分と胸、背中、そして、お尻、最後ちょっとお腹周りを追い込んでいきますので、このメニューでいきましょう。では最初は腕立て伏せですね。両手を前に出していただいて、そのままで膝を立てていただいても構いません。でこれはお辛い方は台を用意していただいて、椅子とかでいいです。膝ぐらいの高さのものを用意して、手をついてこのまま頭で伏せて胸を近づける。胸を近づける、このような形ですね。膝立ちでやるとこの状態から胸を近づけます。で、起き上がる。そう、OK。 で、できる方はこの足伸ばしてダウンして上がる。こういう形でご自身がやりやすいところでやって10回やりますので、ちょっと皆さんチャレンジしていきましょう。では合わせていきます。レディー、はい、ダウン、1、はい、ダウン、2、いいですね、はい、ダウン、3、はい、ダウン、4、いいですね、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、5、9、ラストいきます。はい、OK、 いいですね、いいですね。結構多いのがこういって、こういう感じで上がってくるパターンが多いんですけど、今皆さんしっかり胸でグッと上がれてたので OK です。で次は手をこんな感じで三角形にします。でこのままつけて、でこちらの方が、肘面積が狭くなるのできつくなります。なのでさっき10回結構きつかった場合は膝を曲げて行っていいです。こんな感じでこのまま近づける。で起き上がる。はい、自分のレベルに合わせた状態でやっていきましょう。これも一緒ですね。肩の道から入らないようにこのまま下ろしていくっていうのが大事になります。 OK ですが、じゃあ行きましょう。この時間いきます。まず三角形作って、レディー、膝立ちも OK ですよ。はい、ゴー、ダウン、早く、1、2、3、よいしょ、4、5、はい、6、ロテ、7、はい、8、9、はい、ラスト、はい、OK、 ナイスです、いいですね。皆さん結構今日の人たちはいい感じですね。で次は背中いきます。で背中はこの膝立ちの状態でお尻を少し引く、かかとにお尻をつけるような形でちょっと下げます。でこのまま体を前傾気味にしていただいて、こんな感じですね。で万歳します。で万歳した状態から
外に指先を向けて後ろに引きます。で、また前に持ってくる。で、はい、後ろに引いて前に持ってくる。これを10回いきます。横から横に指先を向けてぐーっと外に引っ張って後ろに持ってきて前に1、平泳ぎみたいな感じですね。で、後ろを持てて前に、そうです、体と前傾にしましょう。はい、後ろ3、そう、はい、横に広げて広げて肩甲骨を維持させながら後ろに引っ張って4、はい、横に広げて、はい、後ろ5、体をちょっと倒してお尻を引きながら、はい、6、はい、横に広げて広げて後ろ万歳、あ、はい、行きましょう。あと3回8、下を向かないように目線はまっすぐ9、はい、ラスト後ろにいて前、はい、OK、 背中周りですね地味に効いてくるやつですね。次は肩甲骨を引く、いわゆる丸まってる姿勢と肩の上に力が入ってしまうので、これを引く運動ですね。イメージは腕でお尻の後ろで手を組んで、この手を体から離す。で、人差し指を斜め下にぐーっと引くような感じですね。そうすると肩甲骨が絞れてるようなイメージができるかなと思います。これをちょっとイメージしていただいて、そうです。やることは今と一緒です。体を前に少し倒して、万歳したら、肘を引く。で、ポイントは肘を引くときに腰をこう反らないように胸をここを開くようなイメージをしてあげると勝手に肩甲骨が寄ってきますので、手は力を入れないようにぐっと引いて、ここをちょっと難しいんですけど上げるようなイメージですね。そうするとうまく肘が引けるようになります。ちょっとこれやっていきましょう。では、また膝立ちになります。で、このまままっすぐ立った状態からお尻引いて、そうです。で、万歳。で、このまま肘引いて、はい、1、はい、万歳。2、引く、そう。3、寄せる。はい、4、OK。はい、5。はい、ナイス。6、吸い止めないですよ。7、8、よいしょ、9、よいしょ、ラスト。はい、OK。ナイスです。背中のイメージですね。そうすると胸が開いて呼吸がしやすくなります。デスクワークの方だったりとか、頭脳労働の方は、こういう形で、肩甲骨を動かしてあげる。肩甲骨は動きと固めるんじゃなくて安定性といって動かすことも大事になりますので、一緒にやってみてください。では次、下半身いきましょう。下半身2種目やります。まあ、スクワットなんですけど、両方。パターンをちょっと変えてやりますので、ちょっと立ってやっていきましょう。まずは、この状態から、閉じていただいて、両足を閉じます。両足を閉じた状態で、頭の後ろに手を。で、このまま万歳します。はい、このまま膝が開かないようにして、下がっ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 て。はい、アップ。これ1回。では行きます。もう一度。
前に行ったら体倒れないように行けるとこまで行って、はい、アップ。いい。で、立ち上がるときに反動つかないようにしましょう。ダウン、ダウン、ダウン。はい、アップ。ダウン。はい、ダウン。いいですね。はい、アップ。シー。はい、もう一丁。はい、ゴー。しっかり足の裏で地面との感覚を作って6バンザイ、手は下ろさないように頑張りましょう。7、足は向かない。はい、8。はい、両手あと2回。9。はい、ラスト。うー、はい、持って OK。 OK。いいですね。では最後、ちょっとワイドでいきます。肩幅よりも足1、2個分ぐらい広げて、つま先を30度ほど外に向けます。足首硬い方は外に向けて OK なんで、この状態でやりましょう。で、また頭の順で手を組んで、万歳。そして、お尻を落としていきます。お尻とこの内側に行きます。はい、アップ。はい、スレッドダウン。はい、2。よいしょ。3。小指側に体重を置けないように。ダウン、ダウン、ダウン。4。はい、ダウンして。5。いいですね。はい、ダウン。6。よいしょ。7。よいしょ。8。あと2回。9。はい、ラスト。はい、OK。いいですね。下半身はトレーニングの中でも、キングオブトレーニングと言われるぐらい大事になってきますし、ポピュラーなので、まあ、ただ、その結構このぐらいでスクワットをやめるパターンが非常に多いので、可動域を振るフルレンジといって、すべての距離で可動域を使ってあげると、股関節もそうですし、膝と足首全部の関節がフル動員されますので、関節に問題ない方は、しっかりしゃがむことを意識してやってみましょう。はい、では最後、3分間、ちょっと追い込んでいきましょう。3分間、まあ、腹筋をメインとしたちょっとトレーニングになります。で、どういうことをやるのかというと、20秒間、動き続けるっていうのを、まあ、3つやります。3つの種目でやって、それを3回繰り返すっていう、まあ、非常に単純な、で、レスト、休みはなしでやります。で、どんなことをやるのかというと、1つ目は状態で足を広げていただいて、手をももの前に乗せます。で、この状態から手をぐーっとももをたどっていって、膝まで行ける方は上げる。で、ダウン、上げる、上げるって感じで、これは20秒はい、やっていきます。OK ですね。で、次が状態でお尻を上げる、このお尻の筋肉ですね、アップダウン、これを20秒やり続けます。これも足開いたもので OK です。そう、腰をこう反らないように気をつけましょう。骨盤からしっかり上げていく。で、ラストが足を伸ばしてキープ、肘ついて OK です。このまま地面からスレスレのところでキープして20秒我慢で、20秒だったらまた最初に戻ります。
という形で、20秒腹筋やって、お尻やって、腹筋やってみたいな形で3回やりますので、で、皆さんのペースでちょっとやってみましょう。追い込める方を追い込んでやっていきます。 OK ですか？大丈夫そうですか？ OK、 では行きましょう。上腹筋で足曲げて膝曲げて準備しましょう。では行きます。5秒前、2、1、はい、行きましょう。そう、顎はずっと軽く引いてくださいね。首を後ろに下げると首痛くなってしまうので、顎はずっとおへそを見ながら上げていきますよ。ゴー、ゴー、ゴー、ゴー。はい、そのまま寝ていただいて、お尻上げて、アップ、ダウン、アップ、ダウン、そう、続けて、ゴー。ゴーゴーゴー、ナイス。はい、自分のペースでゴーゴー、お尻引き、よいしょよいしょ。はい、上体上げて肘突きでいきましょう。腰痛い方は腰手入れても OK です。肘突きになって、そう、うー、下腹部、下腹部、はい、両手、3、2、1、はい、マシマげて、こう、上腹でいきます。ふう、ふう、止まってますよ。えい、ゴー、ゴー、ゴー、えい、ナイス、ナイス、そう、ゴーテン、自分のペースでいいですよ。ふう、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 1、はい、OK、では、押し上げていきます。1、1、そう、アップ、アップ、はい、行きましょう。ふん、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 いいですね。お尻意識をして、お尻、お尻、そう、ヒップアップ、ゴー。はい、上体上げて、キープ。もっと地面とスレスレに。はい、いいですね。余裕がある方はちょっと動かします。あ、いいですね、いいですね、お疲れ様です。1、はい、ラストセットいきます。ふう、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  OK、 ゴー、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 よいしょ、はい、ふう、ふう、はい、 OK、 お尻上げてアップ、ふう、ふう、ふう、ゴー、休まない、ゴーゴー、3分ですよ。もうちょい、あとちょっと、よいしょよいしょ、お尻、お尻、ふうふう、1、はい、最後キープ、はい、両手、1、1、1、ふう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 、動かせる人は動かして、キープでも OK です。残り3秒、2秒、1秒、はい、コンプリート、OK。 はい、お疲れ様でした。ナイスです。皆さん走り切りましたね、いい感じに。で、最後、やりっぱなしで終わらないように、皆さん一緒に最後、クールダウンしていきましょう。では、両足を伸ばします。まず、長座しましょう。で、両手を骨盤の横についていただいて、お尻を浮かせて後ろに引く。で、そうすると骨盤が立ちます。そうですね。で、そのまま、ももの膝の上に手を当てて、これを歩かせていきます。指で伝ってって、首を下にしないようにして、遠くを見ながら伸ばしていきます。そう。はい、息を吐いて、脱力、はい、OK。 では足を開脚します。で、これも一緒です。両手を後ろについて骨盤を引く。で、この状態で右手を左のつま先に向けて、遠くから円を描くようにタッチ、
いいですね、柔らかい。ぐーっと息吐きながら。はい、結構です。反対に遠くに向かって。次はお尻伸ばしましょう。右足を伸ばして左足をその上に乗せます。こんな感じですね。で、右のかかとをまっすぐお尻に向かって引いていきます。足がこうならないように気をつけましょう。まっすぐ引いて、で、今後ろに手をついていると思いますので一回お尻を引いて骨盤をまた立たせます。で、さらに足を近づけるとここが伸びてきます。はい、でこのままこの足をこのように倒します。ガッと合わせましょう。で、体正面に向いていただいて右手を肘に引っ掛けて左手を後ろに、で、後ろ左手を見ましょう。ぐーっとひねります。いいですね。はい、OK です。では反対いきましょう。左足伸ばして右足をこのように、そうです。で、左足かかとをお尻の方に向かって曲げていきます。で、一度骨盤を引いて立たせた状態でさらにこいつを近づけてこっちを伸ばしましょう。まあ、右足左足左右差あると思いますので片い方をメインでストレッチしていくとより効果的です。はい、そのまま倒してあります。こんな感じですね。で、左手をで膝をロックしていただいて右手をちょっと遠く後ろについて後ろを見ていきましょう。はい、OK。 では一度音声ミュートを解除していただいてですね、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。松坂、飯島さん、どうでしたか？いや、めっちゃ汗かきました。しっかりできてましたね。素晴らしいです。いいですね、動くのは。まあ、やっぱり今、在宅ワークだったりとかリモートワークで家にいることが増えて座ってるっていう状況が非常に多くなってると思うんですね。で、そうするとやっぱり体を動かす意欲がだんだん失われてくるので運動が必要って分かってても体が動かないみたいな状態になるので、まあ、こうやってある意味皆さんと一緒に強制力をこう働かせながら、まあ、簡単にできるところは、まあ、自分のペースでやっていただいて、で、最後の3分間みたいなやつは日々自分でもできますので、たかがやっぱり3分、何かこうお湯を沸かしてるときとか、お風呂を沸かしてるときとか、なんかちょっとした空いた時間、隙間時間に少しだけでも負荷を入れてあげると、まあ、細胞が活性化されて、まあ、ああいうのはアンチエイジング効果みたいなのもありますので、ぜひチャレンジしてみていただけるとと思います。よろしくお願いします。で、明日もこちらやっておりますので、でこの動画は、また YouTube に上げさせていただくので、まあ、ご自身の動きとかを確認しつつ、何かこういうふうにやってほしいとか、コメントとかありましたら、ぜひともよろしくお願いします。YouTube の方、チャンネル登録、まだでしたら、ぜひよろしくお願いします。はい。なので、まあ、継続的に運動習慣、一緒に作れたらと思いますので、ぜひまた参加、明日も待ってます。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。